7月6日、目黒区の八雲中央図書館と目黒パーシモンホールで、区民に親しまれる図書館運営を目指して、図書館利用者懇談会とバックヤードツアーが行われました。しばらく図書館から遠のいてらっしゃる方ですとか、また普段あまり図書館利用しないけれども図書館により興味を持ってご来館いただく方が少しでも増えていただければというところで今回企画をいたしました。懇談会では図書館職員と利用者との交流についてや、子どもが好きな本を自由にリクエストできる仕組みについてなどが話されました。懇談会の後に行われたバックヤードツアーでは、貴重な蔵書や図書館職員の業務など普段は見ることができない図書館の裏側を見学しました。最初は座らないと思ってたけど、体験してみたらいろいろ楽しかった。師匠さんの仕事に興味があってきたんですけど、みんなこういうところで働いてるんだっていうのが分かって、また一段と興味が湧きました。ありがとうございました。なかなかない貴重な経験だったので、私も師匠になりたいので、なんか参考になったし、また興味が湧きました。頑張りたいと思います。普段の意見交換だけの懇談ではなくて、バックヤード見ていただいたりとか、いろいろな角度で本の世界、図書館の世界をご紹介しております。皆さんに少しでも図書館や本に興味を持っていただけるような催し物を続けていければなというふうに思っております。